おい、お前ら、話聞いてるのか？うん、聞いてるよ。ろか？お前、寝てるだろ。寝てないよー。ねえ、最近投稿ペースが落ちてるってコメント来てるけど、もう少し上げれない？無茶言うな。俺のチャンネルですらお前のところで手一杯なんだぞ。もう数週間はゲーム実況してないな。それにろかのところに関してはもう半年近くだぞ。これ以上は無理だな。せっかく4万人突破してこれからだ。って時に投稿ペースが上がらないと波に乗れないよ。ああ、わかってる。それに主のチャンネルってなんか花がないよね。トークではよく噛むし、滑舌そんなに良くないし。俺だって方言出さないように、慣れない標準語喋ってんだから仕方ないだろ。とりあえず僕たちは投稿頻度の向上。ろかの方はとりあえず保有。主の方は、何か他の生声実況とは違う何かを作ること。これで今月の課題目標は以上ということで。ああ、ご苦労だった。ろか、帰るよー。よっしゃ、終わったー。それじゃあ僕も帰るねー。確かにそうだな。パトパトチャンネルは4万人、ろかろかチャンネルは5000人。俺の RV は約1700人と2つに比べて少ない。今の俺じゃゲーム実況界では成功できない。もっと、革命を、画面に花を。ということで、人を雇うか。でもお金がない。誰か住み込みで一緒にゲーム実況をしてくれる人を探さねば。そんな都合のいいことなんてそう簡単に起こるわけないよな。誰だ？またパトパト会議か。どうせならもっと面白くしたらいいのにね。パトパト超会議みたいな。パトパトにそんな力はありません。とりあえず今日もさらっと流して早く終わろう。おい、主、来たよ。今日はどれだけ早く終わらせれるか試してみない？うん、試さない。お前らはこの会議を何だと思ってるんだ。時間の無駄。お茶会。お前ら失礼すぎるだろ。まあいい、今日は新人秘書を紹介したいと思う。待って、人を雇ったの。主、お金ないよね。安心しろ、住み込みでお金はいらないらしい。ちょっと待って、警察ですか？誘拐犯が目の前にいるので。おいこら、誰が誘拐犯じゃ。やーん、襲われるー。襲わねえよ、変な罪をかぶせてくんな。まったく、お前らは俺にどんなイメージを持ってんだ。変態、飽きやすい、不潔、ネクラ、滑舌悪い、脳天気。てめえら、好き勝手言いやがって。だってイケメンならともかく、主のところに秘書が住み込みで来るわけないでしょ。ちなみに性別は？女だな。あらあ、やっぱり誘拐犯じゃないか、この変態。待て、本当に違うんだ。そうだ、本人と喋ってみるといい。おい、ナナミ、ちょっと来てくれー。どう思う、ろか？うん、会ってみないとわからないね。すいません。お待たせしました。私がネスさんの秘書をやっている、姫宮、ナナミと申します。私はツイッターのお知らせと、パトパトチャンネル RV の実況補佐として活動する予定なので、これからよろしくお願いします。すっごい美人さんだ。いえいえ、私は美人などでは。でもすっごく可愛いよ。あまり褒められるのは慣れてないので、控えてもらえるとありがたいです。なかなか可愛い子だろ。いや、すっごく可愛いね。いや待て、前回一可愛いな。もう、茶化さないでくださいよ。RV の実況補佐ってことはメインには出てこないの？はい。あまりメインに出すぎると、RV の魅力が減るとのことなので。うわ、主、意地汚いな。ナナミ、そこまで喋らなくていいんだよ。あ、ごめんなさい、今のは秘密でしたね。でも、ネスさん、私も何度かメインの方に出てみたいです。うむ、たまにならな。やった。ありがとうございます。それじゃあ今回は紹介ということで今日のパトパト会議は終わりだがいいか？意味なし。それじゃああとはナナミとおしゃべりでもしててくれ、俺は編集に戻る。わかった、任せといて。ねえねえ、ナナミちゃん、うんかたっ苦しいな。ナナミンは趣味とかあるの？ナナミン、ルフ、そうですね、私は。ふう、馴染んでくれたようでよかった。よし、ついでだし RV の宣伝でもしておくか。パトパトチャンネル RV ではこの俺、主本人がゲーム実況をしているチャンネルだ。最近だとマリオメーカーとかスライムランチャーの実況を投稿してるな。あ、動画紹介してる。お、ナナミ、二人とは話せたか？はい。とてもいい人たちでしたよ。よかったよかった。あ、このシーンご主人の大好きなイケボブをやってるところですね。ああ、ツイッターでも投稿した傑作のやつだ。どこ行ってたんですか？あ、コインを集めてきてくれたんですね。
その通り。ここはイケボ風に。その通り。あなたのために持ってきましたよ。うわ、本当楽しそうですね。恥ずかしげなくやってるあたりセンスを感じます。それ、褒めてる。もちろん、誰も恥ずかしくて真似できませんよ。青年こえー。ナナミも次回から実況に参加してもらう予定だから頑張ってね。任せてください。ヌスさんと私がタッグを組めば、きっと上に行けますよ。そうだな。ということで今回はナナミの紹介と、RV の宣伝でした。皆さん、RV の方でお待ちしてますね。あとツイッターでも、お知らせ動画で私が出演してますのでぜひ見ていってくださいね。それじゃあ締めをよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。